2番さんの口臭そうですね。一番怪しいのはさっきから口が臭いこいつです。追放されるプレイヤーは2番。2番のゆっこい5、6番お前やべ、俺も入ってじゃあハゲゴミは臭いよ。よし、まだいける、まだいけるぞ。バロ、絶対大丈夫、絶対大丈夫、俺は生き残る。だって主人公だもん、主人公だもん。いやだって主人公だもん。それに比べてどうだ一番、お前はただの童貞だろ。さっさと童貞の国。あ、うん、バロー、お前バロー、お前あ、おい、なんでだよバロー、お前バロー、お前らこのあのバロー、皆さんバロー、バロー、もう事件なんか知らねえぞバロー。そのツイッターよ、名探偵の権力を使ってバローにして、バローでバローにしてやるぞこのバロー。 GoTo クーポン使って宿泊したホテルの桟橋が落ちて事件になっても知らねえからな、バロー。夜が更けました。塗られちゃったよ。人狼に気をつけてください。オガートしていい？オガートしていい？まあでも人狼陣営まだ残ってるし、最後まで見ようか。しんどいけど。まあやっぱ YouTube だしね、最後まで仕事はしないと。しんどいけど。夜が来ました。よっしゃ、4番死んだ。ざまあみろ、ツインいっぱい。もうお前はシングルいっぱいだ。シングルいっぱいだ。あれ、騎士守らなかったのかな？あれか、浮気か、浮気か。何なの？まだ洪水流行ってんの？テレテテのくせ。夜中にバローサラン。1番のプレイヤー。別に君を求めてないけど横にが発言します。な、特に何も言うと。あるだろうがよ、お前それどこで髪切ってんの。髪切ってんのやか。おい、プレイヤーが発言し、します。さっき僕に投票した人、覚悟の準備しておいてくださいよ。グダグダじゃねえかよ、お前。まったく最近のガキはろくに考察もできねえと笑えるぜ。え？投票？え、やば。これまた、これまた全員回すの？ 3 番。頼むぞ、ここ生き残れば勝ちだ。発言します。最後にまともな発言を。おいの男。1番のプレイヤーが発言します。太鼓の太鼓の達人やってんじゃねえ。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。5番のプレイヤーが発言します。そして5番、早っ。ちょっと待って、これ終わんねえパターンじゃね。もういいよ、もう誰でもいいわ。え、危険、危険。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。え、なんなのお前ら仲良しかって。
あ、この場合は夜に突入するんだ。お通夜ですか？しかもこれ噛めば勝ち確じゃね？これ頼むぞ、ここまで引っ張ってきたの勝ってくれよ。もうやっぱ4番噛もうぜ。夜がさあどうなる、どうなる、これどうなる。昨夜は1名の方が亡くなりました。おっしゃ、これ勝ったよね、多分ね。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。やっと終わった。入って自動への、入って。うん、作戦通りだ。エロ本を拾おうとして馬に引かれて死にました。お、いい感じの街じゃないか。いいね、異世界っぽいね。くっさ、もう酒を飲もうにも金がねえ。俺は戦士だ。どこまで。皆様、今宵のマジックは楽しんでいただけたでしょうか。ではまたお会いしましょう。 See you next illusion。